なんか告知とかで知ってきてくださいましたか？ありがとう。あ、フェスティバルでもありがとうございます。こうして、あ、インターネットで、まあ、素晴らしいです。ありがとうございます。こうしてね、一人お一人にこう触れ合わせていただいて、歌を聴いていただける機会というのは、ほんまに新人、まだまだ菊池まどかにとってもありがたいですし、また新曲をこういうふうに歌ったら歌いやすいんやでとかいうのを、また一緒にこうワークショップのようにやらせていただけるので、今日もしっかり覚えて帰っていただきたいなと思っております。そして、まだ何日のほやほやではありますが、菊池まどかは大好きな浪曲と、そして、歌謡曲を合わせました長編歌謡浪曲というものを出させていただいております。浪曲だけの入った CD はもちろん赤垣玄三名残の徳利であったりいろいろあるんですが、3月20日、今度は長編歌謡浪曲嫁ぐ日にちなみ、嫁いだ娘が今度は子供を産んで、そのお孫ちゃんを中心として、描く、家族模様を、今回は第2弾として、作っていただきました。作曲は岡千明先生、そして作詞は嫁ぐ日同様、宮本玲子さんに作っていただきました。今回の作品全部やりますと13分半弱あるんです。今日はぜひ、カップリングの方には窓はかすがいの歌バージョンが入っております。こちらの方はダムにも入っております。ぜひ皆さんこちらの方も覚えていただいて、ぜひ歌っていただけたら嬉しいなと思っております。